にちは。創業115年店内工房のあるジュエリーマーの篠原です。こんにちは。先日ですね、篠原の同級生の S 様がですね、お店においでいただいて、リフォームの方、こちらのですね、ピンクの砥石を使って、桜のですね、透かし彫りの、ペンダントヘッドのリフォームを頂戴しました。若いうちには指輪もたくさん使ったんですけど、だんだん使わなくなってジュエリーボックスに眠らせてしまっているので、ネックレスにしたいということでご注文頂戴したんですけど、ね、やっぱりサイズも合わなくなったりして、どうしても指輪っていうのはなさらなくなってしまう方が多いかと思うんですけど、一生懸命ねお仕事をして自分のご褒美に買った指輪ですので、また姿を変えてたくさん使ってあげるといいと思います。